公認進学塾の辻中です。どうも、代表の新宮武虎です。今回は、英文読解の透視図の簡単に使いこなす方法についてお話していきたいと思います。はい。結構この本ですね。なんか数学で言うと青チャートみたいなイメージで、王道で有名であるんだけれども、じゃあ使いこなせてる人どれだけいますかみたいな本の代表格の一つだと思うんですよね。そうですね。ただこれは青チャートと違って、丸々をしたら簡単に使いこなせるよって方法は僕あると思うんですよ。なんでまずこの本について、じゃあ初注意。これを辻中先生から言ってもらいましょう。まず、この本は使ってる構文とか解釈のテーマ自体は、それこそいろいろ巷に溢れてる英文解釈。有名どころで言うと基礎100とか、英文解釈教室とかいろいろあるじゃないですか。あの辺と扱ってるテーマとか構文はあんま変わんないんですね。その例文が難易度高いです。まあ具体的にどういうことかっていうと、例えば、It is important for 誰々 to ほにゃららってあるじゃないですか。はい。この for の後の塊がめちゃくちゃ長くなったりすると、それが it is なんとか構文だっていうのを忘れちゃうみたいな現象ってあったりしません？要は文法も構文も単語も大丈夫なはずなのに、この文章うまく訳せないんだよねっていう、まあ、特に国立大の和訳とかでありがちな、ね、悩みってことですよね。そうです、そうです。っていうところを、じゃあそういうプラスアルファの難易度になった時に、どう捉えるの？どう解釈するの？どう見落とさないの？っていうところがいっぱい書かれてる本なんですよ。なんで逆に言うと、解説の中で結構テーマとかプラスアルファ情報とかで文法事項いっぱい説明されるんですけど、それで分かんないものがあったら多分ついていけなくなっちゃうんですよ。ということは、まあ、ある程度出来上がってる人がより上に行くための本ってことなんですよね。まさにそういうことです。これをゼロから入ろうとしておかしくなっちゃう子が多いってことですよね。その通りです。結構、一個のテーマのものだったとしても、その一文の中に別のテーマのものが混じってたりするんですよ。だからごちゃごちゃになっちゃうんですけど、言いたいテーマってのはちゃんと一個ずつあるって感じですね。うんうん、でも例文解釈の技術の100のより実践版みたいな感じですかね。その通りです。要は読むための文法を分かりやすく書いてあるための本というかは、そういうのは身についてる人とかでもこれなかなか難しいよね、じゃあこういう風に勉強しようねっていう本だったりとかすると思うんで、いわゆる読解が難しいための体系論みたいなものはまず最初別のもので学ばなきゃいけないと思うんですよね。でそのための本としてはおすすめなのは藤井先生の読解のための英文法とか、うちの塾で推してる超英文解釈マニュアルとか、そういう本をまず最初に挟むことですね。そうです。で、そっからじゃあここ行くと、まだちょっとレベルの差があると思うんで、そっから基礎100とかやって、基礎100もそらそら読めるようになって、でそれでも経験上とかの差とかによっては、自分が受けたい大学の構造読解が難しいという人っていると思うんですよ。でそういう人がより演習を積んで、より難易度が高い構造を読み解くための、要は演習量を追加するための本、そういう使い方をすれば、この本はしっかりと使いこなせる。それは自信を持って言えるかなと思います。そうですね。特にこの本は一つの構文とかテーマに対して例文がいくつか載ってるんですよ、実は。おー、いいですね。その主題となる文章っていうのが一個あるんですけど、これの横にもこの文章を解く前にチャレンジしてねっていうチャレンジ問題を解く前にっていうテーマがあって、そこにも例文が2つか3つくらい載ってるんですね。で、同じテーマに対して2つか3つくらい例文やれるんで、大体なんか取れるようになってくるんですよね。なので基礎100とかよりも、まあ、より高度ではあるんですけど、練習量としてはしっかり確保できると思います。なんで、まあ、もし僕がこれ受験生で使うとしたら、読解のための英文法、あれがしっかり自分で説明できるぐらいまで咀嚼できるようになって、で、基礎英文解釈技術100の英文100個、全部スラスラ読むようになって、それでもちょっと足したいなと思って、この本を使ってて、その時も、もう全部読むっていうよりかは、もうそこの英文のとこだけ、もうスラスラ読めるように、こう読んで、ちょっと詰まったところとかあったら解説とか読んで、なるほどねって思って、英文をスラスラ読めるっていう、ストックをたくさん増やすための本っていう使い方をするかなと思います。単語レベル自体は実はそんなに高くないので、なんか中とか載ってますけど、できればまあ見ずに訳せるといいなっていうふうに僕は思います。それですね。基礎訳は単語難しいですもんね。意訳多いじゃないですか。意訳多いで、そこが取りづらいっていうことたちも多いですよね。そうなんですよね。なんでまあそういう使い方をすると、この本はとても有意義な本になるかなって思います。まあなので、英文読解の透視図、すっごくいい本。力をつけるにはすごくおすすめなんですが、やはり注意点。それはちゃんと、まず体系的な自分のやり方、それを身につけた上でやろうねっていうところが今回のポイントですね。そうですね。この本で体系的なものを身につけれるのは多分 1% ぐらいしかないと思うんで、だから多分そういう役割のための本じゃないと思うんで。違いますね。ただ、これをやればしっかりと英語力がつくっていうのは間違いない。まあ、それは間違いないですね。なので、解釈力を高めたい方とか、より上のレベルを目指したい方は、ぜひ参考にしてみてください。応援しています。ドーン。